表絵とは、律令制における監視。左兵符と右兵符の二つが存在する。長は、表絵正しである。左右この F、左絵文符と合わせて、6F と呼ばれる。和訓では、つは、物ののと入りのつかさという、東名は武衛。表絵とは、天皇やその家族の近似、護衛のために、国の宮津湖の指定から選抜されたトネリの機能を、強化。 拡充する形で、天武天皇時代に成立したと言われている。大法律令成立後に左右に分立した。養老律令において、内部官職名の変更が行われた。藤原仲間路政権下の天平法事2年に、古本家と解消したが、6年後の仲間丸の没落と、共に旧に服された。後に地方において、国像、軍事層が没落すると、新設のこの f 主力の座を奪われて、規模も縮小されることになる。本来は、古代から続く国の宮津湖、軍事などの地方豪族による奉仕の一環であったが、律令制の下では彼らが、教会やトネとして在教することで武官あるいは行政官としての社会経験を積ませる意味も含まれるようになった。多くの者は故郷に戻った後に、国造軍事の地位を継承したが、一部には、 才能が評価されて刑に残って、中央の下級官人として活躍する者もいた。このため、中央への出資の機会としても表営が認識され、構成員も、機内の豪族の指定や暗い子、影子孫が増えていくことになった。その他にもなどの役職があったという。大代理のうち、千は明ら門、正明門、影明門、元気門より外側で、賢春門、賢礼門、 義州門、作兵門の内側を担当。天皇の護衛や、代理内における夜間の宿直も担当するなど6、F の中でも最も宮廷の中枢部を担当したいわば、親衛隊的な役割を果たした。また、民衆から選ばれた英士が反抗して天皇を及び、代理を攻撃しないように監視する役目も、担っていたとも言われている。行行などの際には行行の行列。また、 夜間の境内の巡検も担当。平安時代鎌倉時代南北朝時代室町時代、戦国時代江戸時代、平安時代鎌倉時代南北朝時代室町時代、戦国時代、平安時代鎌倉時代室町時代戦国時代、笹山春を、兵衛と機内の武力、平安初期の王権と、文化 ISBN978 から4から642046329。 第2本資料6編30冊465ページ。第2本資料6編31冊120ページ。ありがとうございます。